お疲れ様でございます。本日は3月25日、月曜日になりますね、えー。月曜日の相場解説をする前に、ちょっとね、お断りをさせていただきたいと思います、えー。本当に期間限定なんですけども、配信のテストを今週と来週させていただこうかと思います。皆さんの許可もなくね、一方的に申し訳ないんですけども、これちょっとね、FX オリガルヒを運営する上で、えー、どうしてもどっかでやらなければならないかなと思ったんで、本当にテストでやらせてもらいますので、2週間だけです。 で、どんなテストかっていうと、配信をね、ちょっとねお、少なくしようと思ってるんですよ。というのが、小刻みに、えー、FX 折り合い費の情報更新していて、1日にね、だいたい少ない時で4更新、多い時で6更新、もっと多い時は10更新ぐらいして、それこそ2、3時間に一発新しい動画を更新をしているっていうところもあったんですけども、ちょっと逆にですね、 あの、配信のペースを落として、それでどこまでね、皆さんを導けるかってことも、片っぽでやっておきたいなと思ったわけですよ。どうしても、こういった FX の相場解説になると、細かくやる方がサービスが充実っていうふうに、私も捉えてますし、多くの情報を受け取ってくださってる方も、情報は少ないよりも多い方がいいっていうふうに感じてらっしゃると思うんですけども、ただね、うん、逆の方向で、 少ない情報発信で、たくさんの意味を伝えるっていうところにも、一部挑戦しないといけないかなってずっと思うところがあったんですよ。で、具体的にどういうふうにするかっていうと、まずね、深夜3時、朝6時の、これ相場解説は今まで通りちゃんとやります。ただ、9時とか12時に関しては、あの、まあちょっと2週間ね、ストップしてみようかと思うんですよ。 その代わり、どのように一日をやっていくかってことを、朝の6時の解説で、できるところまで皆さんにお伝えしていこうと思います。まあ言ってみれば、朝の相場解説ってのは、まだ様子を見ないとわかんないですよね、で、済ませることもあったんですけども、でも、様子を見ないとわかんないんだけども、じゃあ9時の時点で、12時の時点で、どうなったらどういうふうにするか、対応、対処するべきかってことを、あの、私もね、頭に、あるわけなんですよね。それを伝えながらやっていけたらどうかなと思うんですよ。ただこれ、受け取る方がね、 どこまで、その、今までのチャートの動きを把握してらっしゃるかなっていうのと、じゃあ基礎用語とか基礎概念がどのくらいまで入ってるかってこともありますんで、受け取りとの力量のもちょっと問われちゃうんですよね。まあですんで、2週間だけテストです。それちょっとご容赦の上、えー、今日の相場解説をご覧ください。ですんで、今日の相場解説が終わったら、今度ね、相場解説を行うのが、 あの、夕方5時ぐらいので終わりってことになると思いますけども、その中でね、どのぐらいまでテクニカルってものが通用するか、皆さんと一緒にちょっとね、体験してみようかと思います。はい。えー、ではね、まずはこれ、週足です。1週間が空けましたんで、週足を見ていくことになると思います。右下の方をご覧ください。8時50分になると、日銀の この用紙が出てきますね。日銀の金融政策決定会合。まあ、ここについて新しい情報が出てくることはありませんので、重要度は星3つなんですけども、じゃあ、チャートにどのぐらいの影響を及ぼすかっていうと、ほとんどないと思います。 で、深夜はアメリカの方に住宅件数の販売があります。どちらかというと、こちらの方がドル円に及ぼす影響は大きいと思いますね。ですので、今日は、あの、早めにテクニカルに進んでい,ていただければなと思います。具体的にどのように判断するかは、1時間軸の時にお話し,しますんで、今日はね、この辺まででご理解くださいということでございます。これが前提になります。それでは今度ね、週足を見ていただきましたんで、日足を見ていきますよ。 足の方ですけども、どうやら頭を打って、ここから下がり始めてるなっていうのが見て取ります。で、これは、ローソク足一本一本が、あの、一日になりますんで、じゃあ、今日一日の中でね、この今、 描こうとしている要線が要線のまま終わるのかそれとも要線転じて陰線になるのかってところはまだ分かりませんこれはだから4時間とか1時間を見ながら判断していくってことになりますし判断ができた時点でセルなりバイナリでエントリーして今日の利益を狙っていくってことになりますじゃあ今日はその4時間とか1時間をねその辺において見ていくってことになりますねで4時間なんですけどもえっ、ー、と天井をね前回引きましたこういうふうにでそっから 下がっていったよっていうことは見て取れるんですけども、じゃあ今度はね、あの今日は陽線が出始めた冷やしになりますけども、あの移動平均線にぶつかって上昇トレンドをまだ残しながら上の方に向かっていくための陽線になるのか、それともレンジってものが2つあるって言いましたよね。ここで見ると、ここと、ここにレンジってものが作れると思いますけども、じゃあ上のレンジで跳ね返って今上に上がりつつあるのかなっていう判断もできるわけですよ。 かと思ったらもう一つ。瞬間的に上がったんだけども、でも、この下落トレンドの流れってのはありますよね。だからこれに準じて、もっともっと下がっていく可能性もありますよっていうのは判断もあるんですよ。この2つを見極めていくために、1時間軸が必要になってくるということでございます。わかってきましたわからなかったら連絡くださいね。個別でお答えして問題解決してますから。じゃあもう一回思い出してみましょう。上の方にあるレンジと、下の方にあるレンジですよ。 それから難しくなってくるのがこれが下落トレンドかもしれないっていうチャンネルラインも引けるってことなんですよ。そうなってくると今日が要線で終わるべき上のレンジの中で起きてることなのかそれともこのチャンネルラインを介して作られる下落トレンドを追っかけていけばいいのかその際は下がここに決まってますからここまで追っかけていけるでしょ。その判断が午前中にできますかってことなんですよ。ね で、判断ができた時点で、今まででしたら、9時なり12時なりで新しい動画更新していましたけども、判断材料はこのようにお渡ししましたんで、あとは自分でできるでしょってことなんですよ。で、その自分でできるでしょうが、どのぐらいの方にできているかどうかを確かめる意味で、途中の放送を抜いてですね、15時の、15時じゃないや17時か、17時前後の、 本日のまとめの方で解説していければなというところでございますね。まあ、つまり皆さんの力量が上がっていったっていうことを信頼して、このようにちょっとね、試験的に2週間やってみようかなっていうところでございます。その結果、やっぱりまだね、私の使える、伝える力ですか伝える力がいまいちだなっていうのと、あとは途中放送やっぱりあった方がいいよって判断したら、また元通りに戻しますし、というよりも、あの、どっちにしても元通りに戻そうと思います。2週間経ったらね。まあ、ですんで、今度4月の 8日からは普段通りです。その前に、今回13週、25日から29日までの、まあ正確には29日はありませんけどもね、今週の13週と来週の14週っていうのは、あの、朝の放送と、それから締めの放送、合計3回ぐらいしか来ないと思っていただければと思います。それではね、本日はこんな形になります。あとはまとめの放送でお会いしましょう。それでは。